天正地震。天正地震は、天正13年11月29日、1586年1月18日、及び同年11月27日、1月16日に、日本の中部で発生した巨大地震である。主に前者の地震についてを、天正地震。天正大地震はあるいは天正の大地震とも呼ばれる。また、各地の被害から長浜大地震。 白山大地震、木船大地震、天取地震とも呼ばれる。当時執行日記、多門院日記など多くの古記録に記載され、そよぎしゅ日記、別名、春休期、春休期には約12日間にわたる余震が記録されている。被害地域の記録が日本海の若狭湾から太平洋の三河湾に及ぶ歴史条例の内容地震であるため、 震源域もマグニチュードもはっきりした定説はなく、いくつかの調査が行われているが、震央置も判明していない。なお、11月27日に前震と考えられる地震と11月30日に誘発地震と考えられる地震が発生した。戦国時代末期の豊臣秀吉による東日本支配が完了していない時期であったため、統治機構の混乱から文献による、 歴史資料が残りがたい、時代背景であった。しかし、三河にいた松平家忠の日記によると、地震は、異国、22時頃に発生し、翌日の牛国、2時頃にも大規模な余震が発生。その後も余震は続き、翌月23日まで1日を除いて地震があった、ことが記載されている。近畿から東海、北陸にかけての広い範囲。 現在の福井県、石川県、愛知県、岐阜県、富山県、滋賀県、京都府、奈良県、三重県、越中、加賀、越前、日田、美野、尾張、伊勢、大見、若狭、山城、山和に相当する地域にまたがって、甚大な被害を及ぼしたと伝えられる。また、阿波でも地割れの被害が生じており、被害の範囲は1891年の農美地震。 M8.0 から8.4をも上回る広大なものであった。そのことなどからこの地震は複数の断層がほぼ同時に動いたものと推定されている。しかし一つの地震として複数の断層が連動して活動したのか数分から数十時間をかけて活動したのかは議論が分かれている。震源断層は判明していない。いくつかの説があり、などがある。 1998年に行われた地質調査では、岐阜県にある養老断層における二つの活動歴が確認され、最新の活動は15世紀以降であることから745年、天平地震と共にこの断層が、震源断層の一つで、あ、可能性が高くなったとされている。しかし、これらの説では、太平洋側の伊勢湾と日本海側の若狭湾の両方に、 津波被害が及び内陸部の被害も大きいことを説明できていない。日本海側沿岸と太平洋沿岸の両方に及ぶ大津波は他に知られていないため、フロイスによる若狭湾の津波記録は美和湖沿岸の地滑りによる誤りがという説もあったが、大見国の長浜とは別のとても大きな海沿いの集落とフロイスは明記しており、それを裏付ける津波跡も見つかっている。 文献による歴史記録や地殻変動の痕跡は年月の経過により失われ地震像の詳細は不明である。規模は研究者により諸説あり、主な説は、など。琵琶湖湖北、山縁樹、若狭湾、伊勢湾に津波があったとされる記録が残る。しかし、海底下に変異領域が及んでいなくても海面の変動を引き起こすことがあり、必ずしも断層が 海底にある必要はない。海岸線から約 4.8km の距離にある水月湖の固定堆積物調査からは、水月湖に海水が流入した痕跡は見つかっていない。しかし、水月湖までは到達する規模でなければ痕跡が見つからないは当然であり、見つからなかったことが津波が生じなかったとする証拠ではないとしている。伊勢湾に津波があったとされる。 カラオと小、駒マ篠橋、森島、フ町田、中島などは、地盤沈下したところに、津波が襲来し水没した。禅田は、泥海と化した。伊勢湾岸では、地震と共に海水が溢れでき死者を出した。金見狂気には、丹後、若狭、越前など、若狭湾周辺に、津波があり、家が流され多くの死者を出したことが記され。 フロイス日本史にも若狭湾と思われる場所が山ほどの津波に襲われ記録があり、日本海に震源域が伸びていた可能性もある。他にジュアンクラッセ、日本教会史、1689年。明治時代に翻訳されて、日本最強史や、豊か鏡、竹中重春のこの竹中重家土著、江戸時代、豊臣秀吉の一大域、春秋期。 原与商人海塚五座書日記、イエズス会に本書監修などにも詳しい記述がある。2011年平成23年12月に原子力安全保安委員は鶴ヶ原発の安全性審査のための津波堆積物と文献調査報告を発表した。それによると仮に天章地震による津波があったとしても、久ぬし湖に海水が流入した程度の小規模な 津波であったものと考えられる。なお、事業者においては、念のための調査を、今後とも言っていくことが望ましいと考えられる。としている。2012年12月、再調査結果として大きな津波の跡は、見つからなかったとしている。2015年、平成27年5月、山本博文らは、福井県大井郡高浜町、そのべの海岸から500メートルの水田で、 14世紀から16世紀の津波跡を発見したと発表した。フロイス、日本史、5、第60章、第2部77章。吉田兼美、兼美狂気、春休期。11月29日上暮らせ、日本教会史。イエズス会日本初館修理学博士、大森房吉、日本の大地震2周期て理学博士、大森房吉、 震災予防調査会報告32号、P57 から58富山湾で津波が発生し、歴史者多数、小川流域での被害多数。宮城県元吉郡徳倉村、現在の南三陸町徳倉公費に、天正13年11月29日機内、東海、東山、北陸大地震の後に津波来襲という記述があり、太平洋北部にも津波が来襲したか、 連動地震による津波があった疑いがある。一方で、トクラの公費は、天正13年5月14日、1585年6月11日、と記した資料もあり、日付は異なるが1586年7月9日、リマ地震による、温地津波との見方もある。三陸大震災時、1933、4津半時、大地震あり。この時、 山台噴火を起こし、中大小竹が噴火したという公費がある。しかし、有効な記録の残る文献による裏付けもないため、真偽は不明である。1586年の天正大地震後、近い時期に大地震が複数起こっている。九州の名古屋にいた秀吉が伏見城を築く時に1592年、 文禄元年不審を担当した京都書士大、前田玄威に送った書簡に、伏見の不審、生津大事にて、こうままと記されていた。生津大事イコール城の建築にあたっては、地震対策を万全にせよ、という意味であるが、これは1586年の天正地震を念頭に置いたものと見られている。日本原子力発電などによる12年12月の発表では、 天正地震の津波の記録をもとにした調査により、鶴ヶ市のイノシシが池で、約5,500年前の地層から津波によると見られる砂が見つかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。